きなりドリブルすんの、まあ、ね、エンジンがね。あ、そう。いや、まだちょっと試合感戻ってない感じだったもんね、今の感じだとね。まあ、まあ、だからここから慣らしていかないとね。そうだね。そうそう、だから本当見つかっとかないとダメだよね、うん、だからこの決断は正しいよ、うん、ボール触ってほしいわ。相当久々でしょ、三笘君。いや、相当じゃない、なん12月前ぐらいからだもんね、うん、1、2ヶ月ぶりぐらいだもんね、うん、お、来た、三笘、三笘の、いや、三笘時間だ、三笘時間だ、三笘時間来た、三笘の縦パン、いや、何そのタッチ、縦パンじゃん、三笘の三笘の縦ポン来たわ。アクセルホッパーいたもん今、ね、ポンポンスポポンポンポンスポポンして、ね、ポンポンスポポン三笘時間こんな、あのさ、俺思ったけどさ、プレミアってスタジアム狭いからさ、うんうん、なんか三笘がスピード乗るスペースないじゃん。あ、そうね。なんかさ、この時さ、うん、もう絶対抜ける感じすればね、広く見える、ね、そう、広いから。確かに、めちゃうまカリオさん、320円スパジアムありがとうございます。あー、懐かしい三笘。いや、三笘やべえもうこれはもう噛み締めるって、うん、試合感いらんやん、いらんよもう。安定のスペースあった方がいいね。そう、プレミア狭い、マジでグラウンド、うん、スピード乗ったらマジ止めれないもん、止めれないね、あれもう、うん、いや、マジチートだな、三笘、ね、本当に三笘だけなんかふざけてるみたいな、ね、相手のディフェンスふざけてんじゃないか、ね、適当にやってんじゃないかって思われちゃうね、思われちゃう、思われちゃう、えぐいな。三笘やばい、スピード乗った三笘やばいなやばい、早く三笘見たいもん、見たい、ね、もう三笘に集めてさ、ね、別料金でいいもんね。ダゾーンの追加コンテンツ、三笘パック出していい三笘にボール入った瞬間有料になってさ、ね、見れなくなる、見れなくなる真っ暗なの。そう、三笘にボール入った瞬間、ね、画面真っ暗にして金取れるよこれ、ね、マジで。三笘がボール触ってますってさ注意書きみたいなそうそう、で三笘がパスした瞬間打つ、ね、打つ。今こうね、もう三笘パックでいいもん、俺払うもんマジでもう1500円。あ、確かに三笘持ってる時だけ三笘のとこモザイクとかで課金したらそこ見えるみたいなどのぐらいエンタメだよ、ね、いや、そのレベル、いや、そのぐらいエンタメだから、やべえ三笘金取れる、いや追加パック、追加パックガゾンやるよ多分ね、あの次の試合から。いや、そのぐらい取れるよこれ、うん、で、地上波でも金取り出すよね。あ、そうだ、うん、あのペイチャンネルみたいな感じで、なんかカード買ってこないと1000円でビジホラね、うん。おもう追加コンテンツ来た、追加コンテンツ、もう普通見れないから、うん、ご褒美を今見れてんの、いっしょやばい、追加コンテンツその話の後にあれはやばいって、いや、三笘やばいってマジで追加コンテンツすぎるって、もう朝の追加料金払ってないいや、待って待って、三笘、いや、おもろ、いや、三笘やばいな、やばいって、追加コンテンツドリブラー追加コンテンツドリブラーややばいやばいやばい、もう俺浅野のその次見てなかったもん見てなかったもんね。いや、三笘のドリブルマジ追加コンテンツだな。いや、マジ袋閉じだべ。いや、これ金払っていいもんね。いや、もう三笘のドリブル映さなくていいよ、うん、金取ろうだぞね。いや、これ1000円払っていいよ。いや、払う、俺マジ出すよ、ね、これ定期的に見せてくれるんだったら1000円払うよ、ね、いや、三笘やばいな、てかそもそもね、ちょっとバケモンすぎる。いや、おもろ、え、こんな違うの三笘って、ね、人じゃないやん、ね、もう三笘のドリブルやばすぎて、多分みんな浅野のこと見てなかったでしょ。見てなかった、見てなかった、ね、あともう試合感はな、いや、なんなん試合感っていう言葉なくなるよね、その言葉なくなる、うん。たけしーさん310円スタジアムでございます。ありがとうございます。水間専属カメラ料金です。ありがとうございますいや、三笘これ追加料金マジ取れるわね、本当にこれで復帰戦なんでしょ、これが、うん、大丈夫そう、なん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 、試合感なんかいらねえやん、ね、三笘からしたらやばいな、三笘マジでレベル違う、レベル違すぎる。え、多分さ、うん、このスタジアムさ、うん、なんだあいつってなってるよね、なってるよ、まあ、多分三笘のこと知ってる可能性あるけどさ、まあね、いやでも、ってなってる、なってる、うん、多分もうサポーターもさ、うん、三笘ボール持ってほしいよね、もうね、そうだね、うん、そのレベルだもん、マジでやばいな、やばでえな、三笘うますぎるってチートだな、ね、いや俺初めてうますぎて爆笑した、わかる、ね、俺うますぎて爆笑したの初めてな。いや普通うまいとさ、うおーとかなるじゃん、うん、もう初めての感情だもんね
おもろい、もうおもろいもんな、三笘、ね、うますぎてキモいもんね、三笘うまいとかじゃないな、もうあれ、ね、なんつかもうスピードも違うしね、ね、もう別格すぎる、別格すぎる、きた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 、こんなにスペースある、見た、三笘きた、ゴーみたいな、いいよー、おもろいおもろいおもろい、おー見えてる見えてる見えてるわ、見えてるよ、アウトサイドレーザー来たな、いや、こんな違うのか三笘は、ね、マジで違いすぎるわ、いや、アイノーさん320円スパチュラでございます、あざっす、やっぱ三笘いるだけで 1.5 倍面白くなりますね、いやちょっと三笘おもろすぎる、おもろすぎる、2倍ぐらいおもろいもん、三笘わけわかんないもんな、え、ちょっと面白すぎるな三笘、ね、マジで、え、なんでそんな違うんだろう、ね、本当に何がそんな違うの、もう積んでるエンジン違うもんな、ね、もうみんな 3000cc だとしたら三笘だけマジ6000だもんな、ね、別格すぎるもん、別格すぎる、ちょっと早いだけじゃなくてさ、うん、もうコース取り完璧なんだよね、そう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 、え、アディショナルタイム10分ね、長いね、三笘時間ね、三笘時間だよこれ、ね、あの10分の横に三笘の顔さ、ね、出していいもんね、あのニコニコ見て、そうニコニコ見てもまあ間延びしてるね、でも、まあ、そうね、でやっぱ三笘ジョーカーの方がいい可能性あるよね、いいかもね、うん、この状況でスペースある中で出した方が嫌だもんね、三笘多分ジョーカーが正しいな、やっぱ、ね、スタメンだと相手も強度高いじゃん、そうね、もうこっからの三笘チートだもん、ね、ちょっと相手もさ乳酸溜まってさ、三笘、ね、やっぱ結局ジョーカーなのかもね、ね、十分価値あるよ、あるある、もうジョーカーの数十分だけでも、そうそうそう、三笘が暴れ散らかしたせいでさ、うん、それ以外の時さもう静まり返るもん、ね、なんかもうね、うん、その賢者みたいなのもん、ね、そう、衝撃が強すぎて、ね、なんつうの、なんか前兆感すごいよね、なんかもう何かが起こる前兆というか、ね、うん、竜巻発生するもんあれね、しかも実際に何か起こるもん、そうそう、ちゃんとね、ちゃんと何か起こるんだよね、三笘がもうゲームバランスぶっ壊しちゃった ね、もう本当に、三笘はもう仕掛けない ね、相手が後ろ重心になったの分かった ね、うん、別に無理に行く必要ないもん、ないない、三笘はそういうキャラだしね、そうね、無理しないからね、うん、ただもうだいぶ自分の確認はできてるよ ね、もうもう調整はできてるもん、うん、ちょっともう三笘のせいでさ、うん、本当にこのゲーム終わらしちゃった ね、もうシャンクスだもん三笘終わらせに来たもん、ね、そう終わらせに来ただもん、うん、なんかもうほんと一周回りすぎてもう、ね、面白くなくなっちゃうもんね、うんうん、もう逆に、うん、おもろすぎて、うん、もう完全にこの間延び感作ったのはマジ三笘だもん、三笘のせいだもんね、もう終わっちゃったもんゲーム、ね、なんか冨安に走り方教えてたんじゃん、え、三笘、うん、え走り方教えてたよ練習の時、確かに奥さんもお父さんも陸上ね、陸上でね、走り方超綺麗だもんね三笘 ね、うん、ちょっとおもろすぎるって、いやちょっと改めてやっぱ三笘すごいわ、いやあれはすごい、久保もさ今日めっちゃすごかったじゃん、うん、三笘で塗り替えられたもんね、そうだね、いやこんな違い作れるんだね、すごいよ ね本当に、怪我明けだよ、怪我明けでこんなんできんの、ちょっと異次元だわ、うん、いや三笘のすごさ改めて噛み締めたね今日ね、いや本当大人対子供だもんな三笘の時だけ、いや本当に、うん、バーレーンに何もさせなかったね、圧巻でした、三笘ペイチャンネルやめて、いや三笘ほんと追加コンテンツだね、いや本当にもう別料金でいいもん三笘、いやそのぐらいの価値あるよ、あるある、あるマジである、マジ渋っていいよダゾン本当叩かれてもいいもんもうゴニョゴニョしていいもんね、ダゾン渋り散らかしていいもんな、ね、ダゾン、あの浅野にパス出したやつやばいなあんな分かりやすいぶち抜きないよあんなんもうウイレとかでしか見たことないもんね、ウイレでもないぞあれね、ウイレでももうちょい苦戦する、苦戦する苦戦する、でもちょっとジョーカーなのかもね三笘、中村敬斗からの三笘ありかもね、ありあり、まあ、中村敬斗さやっぱり内側でコンビネーションカットイン系じゃん、うん、でやっぱ縦の迫力さ中村敬斗から三笘になるとさ、うん、縦のレベルさ、落差えぐいじゃん、えぐい、だから結構中村敬斗ってさ野球で言うとさ、うん、結構技巧派ピッチャーじゃん、あそうね、変化球結構持ってるの、ね、変化球とかタイミングずらしたりとか、うん、その球速系じゃないじゃん、うん、そうだからそういう技巧派から確かにもう165キロでねじ伏せる系のピッチャー出てきたみたいな感じだもんね、うんうん、抑えで藤川球児だみたいな、あそう本当に抑えで藤川球児だ、うん、本当にそうそんな感じでいいもんね、ああでも狂うんだもんあれマジでジャイアンツのねえ、うん、帽子斜めに被るもん本当にそう、本当そうだわ、ね、だ三笘って本当に守護神なのかもね、あの、ね、野球でいう本当に西武、いやマジ藤川球児だな、うん、三笘本当に、いや本当そうよ本当にし、うん、藤川クルーンしかも時代がちょっと前そう時代がね時代ちょっと前2014、15とかね、その辺のその辺だからね、しかもクルーン巨人にいた頃ってだいぶ前クルーン懐かしいって言ったもんみんな、クルーンだもん三笘マジで、ね、全然ストライク入んないけど、うん、でも三笘シュート入んないから確かに確かに
途中から勝敗とかどうでもよくなったね。ほんとよ。いやほんと三笘がなんつうんだろう、ゲームバランスぶっ壊したせいでさ、うん、もうなんか勝ち負けじゃなくなったよ、ね。うん、もうなんかスコアボード見てないもん途中から三笘しか見てないもんね。そうそうそう、いやほんとにやばいよ、うん。柏さんにやけんスポチャってます。ありがとうございます。ノーリアクションでとことこ帰る三笘もろい。そう、もう三笘ほんとシャンクスだよね。ねほんとすぐ帰るもん、マジで、ね、悟り開いてるもん。忙しいもん、みんな、ね、忙しいから。ということで、はい、動画が面白いと思った方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。